のぞみょんごさん、かき氷ありがとう。行ってきな。え、大丈夫、ありがとう、大丈夫だよ。当たった、負けました。やろ、え、りさこさ、待って、多分ね、え、そう、いちごとも当たったんだよ。やったら、あの、勝ったから、え、普通に強い方かもしれん。対戦ありがとうございました。あ、そうじゃ、ゆういちさんはノアの時にいた気がする気がする、多分。ノアミョンと当たった、え、当たったの。今日はリチャのこと12秒くらい、ありがとう。こんばんは、カズさん、ヤッホー。当たりませんか。え、でも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 、え、でも当たった気がする。当たってないわ、誰のこと言ってんの、違うわ。うっちー久しぶり。え、待って、めっちゃ待ってた。うっちー、お話し会さ、コロナで出れなかったけどさ、え、待って、生きよかった、いてくれて、会いたかった、うち寂しかったよ、うち。リチャカードとクルネースのカード、え、そうなの、当たってないかな。え、カズさん、カズさん、さつまいも、え、嬉しい嬉しい。え、ちょっと待って、さつまいもマジで好きなの。すんやさん、ありがとう。ちょっと楽しみしとくね、それは。え、マジで嬉しい。え、さつまいもはマジで好き。レグルスさん、アイスクリームありがとう。最近メイマとなんか、え、リサコめっちゃやってるよ、マジで。え、マジでこれからも続ける気持ちでいっぱいですいっぱい。ゆう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 、ありがとう、かき氷いっぱい、すごいいっぱいだ、ありがとう。アイスもありがとう、いっぱい。え、ウィンパディさんもありがとう、初めて、ありがとう嬉しい、ありがとうございます。うん、いちご、え、そうだから、りさこもねスマホ持ってんのやからさ、やろうとしてんけどさ、配信の前に思い出して、あの、登録してなくて、こっちのスマホで。じゃけさ、やろうと思ったんですけど、なんかあと、なんか充電が普通にないっていうのがあって、また今度やります。今日はとりあえずこのテロップの通り、ちょっと今日聞いてほしいんですけど、今日はいちごとノアミョンとひーちゃんとりさこの4人で岩盤浴に行ってきたんですよ。待って、充電やばいですよって来たんだけど、りさこ充電してんだけど今、ちょっと待って、充電やばいって言うから充電してんのに、なんで出んの、大丈夫そう、なんで、ちょっと待ってな、まあ、いっこ、まあ、切れたらごめんなさいって感じ。あ、とんちゃんこんばんは、やっほー。ゆうちゃんに話したいこと、え、マジでやばい、だって3週間ぶりぐらいよ、ガチの、ガチの。当たってないよね、カズさん、それな、当たってない、カズさん。あ、もういっぴっぴ、やっほー、こんばんは、ちなわめりちゃんコンビして、え、マジで、え、もういっぴと当たりたいな、いそこ、ありがとう。エモいピット普通にやりたい、ありがとう。あっちゃん久しぶりや、加熱で刺してでも充電されてない、え、そういうこと、ちょ、そういうことって何、ちょっと待って、え、ちょっと一回さ、ちょっと待ってな、え、待って、これやばいな、ちょっと待って、あ、怖い、やめとこう、え、ちょっと待って、ちょっと待って、きついきついきつい、ちょっと待って、うん、どうしよっか、まあ、いっか、え、もう充電で切れたらさ、え、充電で切れてもさ、ライブでも切れてることになるんですよね、もしもダメだと。まあ、いっか、うん、オッケー、なんとかなる。あ、のぞみょんごさん、アイスありがとう、いただきます、ソフトクリーム、やっほー。リチャ、もう今日リチャすごいこと起きて、久しぶりやん、何、ちこさんよ、もうね、対戦したい、したい、当たる時を祈っとく。え、マジで配信しながらやりますね、今度。玄関でりっちゃん叫んだね、え、なに、どういう状況、どういう状況、なに、え、りさこ、うっちーとガチでタコパしたいんやね。ちこさん、かき氷ありがとう、ソフトクリームありがとう、ありがとうございました、ありがとう。
京戦以外で発表したつもり、え、スイーツから手書きますと言って、すごい、え、ちょっと嬉しいかも、え、マジで話したいな、もし次なんか機会あったら話しましょうね圧が話しましょうね、対戦した、え、それな、七五さんも対戦しよう、皆さん対戦しましょう、え、でもマジで自分でも言うのもあれやけど、え、マジで一回辛い時があって、さっきやったんやけど、なんか最初のそのカードが全部端だったの、123と11、12、13 K か、あれが全部端で、3回パスしてもう全部急に終わっちゃって、もう意味不やんね、あんなのね。あっちゃん、かき氷とアイスありがとう、あっちゃん来てくれてありがとう、久しぶりや、あっちゃんありがとう、ありがとう、ありがとう、エッフェル塔って今日一応手に取ったおもろくない、りさこがありがとうからの、ありがとうからのつって、りさこがぶどう塔とか言ったらなんかおもんないって言われて、じゃあ何が言ってた、エッフェル塔いいねつって、ありがとう、ありがとう、エッフェル塔おもろ、そうだから今日温泉入ったから普通にもうなんて言うんだろう、顔がないですね。りょうじさん、ソフトクリームありがとうございます、ありがとう、あ、なんちゃら、あ、AVDIAG@IZ さんありがとう、音符あるあるだよね、運用さ、え、やっぱそうだよね、マジでマジでさ、ほんまにふざけてんのかって思ったぐらい、言ったもん一番、え、待って、これもパスしかできんやん、できるか、なんか普通にさ頑張りちゃんとかさやってんやん、なんかパースとかあるやん、そんなさ音声言っとけ、普通に余裕で辛いんですよね、パスをずっと永遠にやってんの5回ぐらい、つらみよくあるんじゃ、マジすごい奇跡運命だ、え、なにりっちゃん今日のモバイナージで僕、え、ありがとう、見る、え、そう、うっち、そう、あのしてくださってる返信、そう、りさこ見てますから、返信のマネージャーさんが一回管理してくださって2週間に1回送ってくださるんですけど、まとめてモバイの返信はしっかり見てますので、嬉しいです、そういうことありがとうございますやったね、一番出さないバーストする、え、それはきつい、やばいな、やば、あ、りちゃん山口くん、え、やったやった、おめでとう、うっち、え、嬉しい、え、りちゃんの持ってくださったのかな、どうなんだろう、え、嬉しい、ありがとう、会いたいね、うっち、ただハート返した叫びたく、え、確かに、え、でもわかる、一回一回のルールが普通に大事だから、はぁ、はぁ、避けてんのかってなるよね、こんばんは、このプリンに思い出があって、君だけのプリン、これまでまず手が来た人もいいです、君だけのプリンって何、あ、プリンか、え、あのプリンですか、あのプリンですか、やば、結構やばない、てかひーちゃん単押しだけど、今ひーちゃんやってるけどいいの、見てくれて、見てもらっていいんですか、あ、山内くんも、え、任せて、えりさこ、うち顔完璧だからマジで覚えれるよ、ありがとう、絶対見つける、ありがとう、山口一発でも同じこと、昼夜だ、え、ダメだったのかな、悲しい、え、待って、でも広島があるから、広島マジで、え、当たるの、来てほしい、え、でも、え、いける、いけるさ、大丈夫どういう根拠か分かんないけど、配信でも少しでも伝わるように頑張りますので、お待ちしてます、あ、ひなちゃんこんばんは、こんばんは、ひなちゃんさ、今日から夏休みぐらいじゃない、確か、どう、うん、広島公演申し込みました、え、そうなの、そうなの、え、すごい、そうなんじゃん、
広島申し込んだ。あ、じゃあ七五三それは絶対当たると思います。報告してくださいね。一応ひーちゃんとりーちゃんこ W。 え、嬉しい嬉しい嬉しい、ありがとう。え、嬉しいな。じゃあ話しましょう、今度いつか。今度いつかっていつだいって感じだけど、話したいな。焼き芋楽しみ、マジで。なったらやばい。りーちゃんにゆみりん、ちょっと待って、ゆみりん、そうなの、そうなの、ちょっと待って。だいぶ落ち着いた。もうあの、うん、もう存分泣いたので、もう私にとってユビリーさんは本当に、メールにも書いたんですけど、 STU に入るきっかけをくださった方でもあるし、憧れもあるし、なんか先輩の鏡なんていうの、その私が一番印象的だったのが、あの6周年終わった後に、本当に先輩方って絶対疲れてるはずなんですよ。なんかいろいろ準備された他のお仕事とかもあるから、なのになんかね、普通にわざわざ3期生のとこに来てくださって、写真も撮ってくださったんですよ。でそのもう本当に嬉しかったんですけど、なんか、なんか、なんかそのエンジンを組む時も、なんかそのたまたまトイレでお見かけされた時、ちょっと待って、お見かけした時に、その熱血テレビっていうローカル番組なんですけど、それをのことを言って、なんか憧れてみたいな感じで言ってたら、わざわざエンジンの後に写真を撮ってくださって、一番に。マジで嬉しくて、マジで優しかったんですよ。だからりさこはなんか別に、ただまだ入ってたかが3ヶ月、4ヶ月ちょっとだし、別になどうも言える存在でもないし、言っちゃいけないとは思うんですけど、こう威張ってね。でも本当になんかユミさんがに憧れてよかったなと思いました。本当に。だからもうなんか難しい、言葉が難しいんですけど、こんなすっぴんで言うようなことないんですけど、でも本当に、うん、なんて言ったらいいですか。なんて言ったらいいの、なんかでも悪い意味とかじゃなくて、なんかね、うん、よかった。なんか24時間テレビでもそのお仕事をご一緒させていただくので、その時にもなんかいろいろ少しでも思い出を作らさせていただきたいと思ってます。そうなんですよ。ハグしてる写真よかった。ハグ、そう、あれはいつか載せたかった。なんなら誕生日とか、なんかそういうなんか本当に大きいこと載せたかったんですけど、でもいつかあれずっとホーム画に前してて、今はあの見バレを防ぐためにやめたんですけど、でも本当に優しかった。こうやってね、ユミさんやっていただいたの嬉しかった。今でもお気に入り、ずっと。優しい、してんの絶対的ですね。もうなんでそんな優しいの、もう嬉しい。うん、オンラインちゃんのことすべて買いましたが、売り切れでした。どういう、マジどういうこと。ユニミーさんの気持ちわかる。ね、見せんの気がする。どうなのかな、素直な気持ち。うん、そうだから直接そのご一緒させていただくことがあるから、直接自分の言葉でちゃんと言います。私はで、その結果もメールにも書くし、とりあえず後悔のない、無駄のないような時を過ごしたいと思います。
過ごしますね。やばい、私目ん玉ついてますよね。顔が険しい。だからね、髪サラサラなの今日。やばない、ほら。イエーイ。あ、やばい。コンタクト。ヒーターも、ユミはあなた大好きって言ってるようだよ。そう、ヒーターもね、そうなの。だからリサ子もちょっと告ります。ユミリさん。いや、そんなんじゃないもん。24時間テレビ本当に見たいので、なんとか当たってほしい。当たってほしい。トンちゃん来てほしい。確かに確かに。皆さん申し込んでくださった？24時間テレビ。普通に考えてやばくない？先輩とさ、ご一緒させていただくんで、あのテレビやばくない？リチャ強い子。リチャは強いんか分からんけど、後悔はしまないようにやってますね。売り切れたって、山口くん、嬉しい。そうなの、ありがとう。うっちマジで見つけるな。とりあえず山口な、初顔。うっち来てくれて嬉しい。最近さ、マジで来てなかったからどうだったんって気になっとったんよ。マジで昨日思ったの。目ん玉ついてる。目ん玉ついてますね。違うの、なんかたまにコンタクトがね、あの平行移動、コンタクト平行移動するんですよ、たまに。髪伸びたでしょ。そう、はい。どっちが好き？耳かけか、耳かけかおろし。広島公演当たるかまだ分かんないけど、嬉しい。ガチでひなちゃん、ちょっと待って、もう絶対見つけるね。嬉しすぎる、ひなちゃん。絶対当たろう。マジでちょっと当たろう、当たろう。嬉しい、ありがとう。絶対来てほしい。頑張りちゃ、明日ぐらいから山口ニュースが。そうなの、流れそう、流れおもろ、なんか流れそう。そうなんじゃ、ちょっと楽しみですね。ヒータン羨ましがるね。でもヒータン、でもね、ヒータンともめっちゃ話してるから。でもなんかマジで思うんだけど、3期生本当にいい子が多いんですよ。いい子しかいない、もう優しいからみんな。じゃけん本当に出会えてよかったなって思う。支え合える存在って本当に大事、大事だよね。ちょっと待って、ちょっとところどころ噛んじゃうの気まずいかなみたいな。こんばんは、こんばんは。近い日でカラーズ、そうなの？ラーメンでしょ？わかんないんですよ。何もまだ言われてなくて、あのわかんないんですよね。いやいやいや、今日もいやいや高校生だ。そうなの？今日の衣装を埋めてきたようだ。リリスの物。嬉しい。すべて購入しました？待って待って。売り切れじゃなかったってこと？ちょっと待って、どういうこと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 。何か一つがちょっと売り切れだったよみたいな感じかな。待って、なんか今日涙袋ないからさ、目ちっちゃいかもしれない。りちゃんも十分いい子でしょ。まあね、ごめんなさい、ごめんなさい、そんなことないですよ。まあねっておもろ。まありちゃんもいい子かなみたいな。あとりちゃんは、りちゃんゲットのみ、りちゃんゲット、りちゃん、ちょっと待って、ねえ待って、なんか本当に申し訳ないんですけど、あの2つともコメントが星になっちゃって、ちょっとわかんないけど、なんか売り切れたんです。嬉しい。
リチャの純粋な可愛さが、え、ねえ、萌えピッピー、萌えピーって私たちがピッピーが好きだから、え、萌えピッピー嬉しいんだけど、ありがとう、嬉しい、萌えピーまた広島見つけます。チュ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 、え、待って、リオ、え、リオって、やばい、リオツンさん、え、やばっ、リオツンさん、本物や、待って待って待って、え、ありがとうございます、かき氷、リオツンさんありがとうございます、え、見てくださってるんですか、やばい嬉しい、え、待って、やば、ありがとうございます、なんかこんな画面で申し訳ないんですけど、え、ありがとうございます。え、一回その大阪の時にお話できる機会があって、あのオーディションの時に一回コメントしてくださいましたよねって、めっちゃ嬉しかったですっていうのを一回お話できたんですけど、あのありがとうございます、え、嬉しい、ありがとうございます、え、今度ちょっと直でお礼言います、ありがとうございます。やだ嬉しい、照れてますね。やばい、キモい、やだ、ヘヘとか気持ち悪いよね。ミミさん、私が食べないときにそれまで決まってなかったのって思う。え、どういうこと、どういうこと、タワーを投げたときには卒業はまだ決めてなかったって思う。え、どういつってこと、え、待って、リオちゃんさん、ありがとうございます、体拭くやつタオルってこと、ちょっと待って、なんかおもろい、体拭くのね、確かにタオルね、タオルか、カトロール、リオツンさん、そ、やばい、山口子、え、そう、一緒なんですよ、え、リサコマジでさ、え、リオツンさんのダンス好きすぎてやばいんですよ、マジで、マジでやばいよ、あのね、画面もやばいし生もやばいし、しかも歌もやばいやん、え、嬉しい、ありがとうございます、え、なんか緊張してきた、どうしよう、え、山口コイン一緒に楽しみだ、え、マジで楽しみ、やばい、やばいですよ、やばい、ちょっとマジでちょっとちきらずにお話しします、うん、タオルが欲しいな、なんでタオル、タオルね、ね、リオツンさんマジですごい、ユミリ卒業写真集発表した、うん、予約してるフェイスになるね、あ、そういうこと？坂道ファンの方ってこと？うん、ちょっとわかんないけど、多分そういうこと。トムトムさん、ソフトクリームありがとう、頑張りちゃん、ありがとう、え、じゃあまたリオツンさんにも特殊な指の、え、リサゴ、リオツンさんはもうリオツンさんなの、リオツンさんはリオツンさん、4文字だからかな、クルネーさん、アズミさん、ノアピさん、リオツンさん、リオツンさん、うん、リオツンさんだな。そう、そのオーディションの時に初めてそのあの来てくださって、一回コメントしてくださった時あったの、あの絵文字で、なんかめっちゃ嬉しかったから、嬉しい、久しぶりの感覚だ、りちゃんの前に絵文字、え、ほんと嬉しい、え、てかさ、最近さ、うち何があったんとか、あんま聞かん方がいいかな、なんか、え、なんか最近、待って、危なっ、ちょ、待って、危なっ、危なっ、待って、事故るとかやって、ちょ、待って、足ちゃんと越しとこう、危ね、え、何話しとったっけ、あ、そう、うち何があったとか、聞か、どでも、ありがとう、第6のユウさんと3人、え、もう歌やばいんですよ、私、壊滅的なので。
練習しな。いこちゃんも食べたべし、はい、ありがとう、来てくれて。あ、行ったか、メディアのお前写真見に行ってくれた。そう前ね、え、ウェディングは、え、猫は、え、猫だったっけ。それならくるくるさんでいいや。え、くるくるさんじゃなくてくる姉さんなの。くる姉さんなの。ちょっと待って、ちょっと待って、あの、ちょっと一回寒いよね。ブランケットをこうしてからのこうしよう。 OK。 え、最近ね、あの12時ぐらいに寝るのにハマってるんですよ、理想。だから遅くないですか最近。1割る、どういうことってね、意味わかんない、どういうこと。1割るで、そう、今日のこの絵文字をちょっと言うんですけど、今日岩盤浴に行ってきたんですよ。で、普通にた、あのコーヒー牛乳を飲んだんですよね、終わった後に。マジで久しぶりだったからめっちゃ美味しくて。で、これ消えた、やばい、今 10% って出たんだけど、ちょっと待って、いさこさん、これさ、ちょっと待って、マジで充電できてない説ある。ちょっと待って、ちょっと待って、リオ姉さんとは弱い。リオ姉さん、あ、いいね、リオ姉さん。え、ちょっと待って、でも、え、リオ姉さんか、リオ姉さんねリオ姉さん、ちょっと待って、もろって。え、携帯ってさ 10% って何分もだ、調べよう。ちょっとそういう時こそ調べな。待ってな、 7%？ え、 7% やばい、 10% 持ち時間。え、待って、出ないんですけど、どうしたいですか。ちょっと待って、気まず、ちょっと待ってね。あ、待って、これじゃないわ。ん？携帯残りの方がいいかな。残り 10%。 あ、充電 10% 何時間持つがいいわ。ねえ、ちょっと待って、わかんない。あ、そういうこと、そういうこと。あ、いける、15から20、10%もやばいんじゃん。え、待って、ちょっと待って、なんて充電できんの。ちょっと待ってちょっと気まずいかな。ちょっとさ、リサ子の充電器ちょっと壊れたかもしれん。ちょっと待って、こういうのいっちゃん困っちゃう。ちょっと待ってな。え、ま、まいっか、まいっか、もうなんか切れてもいっか、別に 10% もうん。チョロボッチャさん、ホストクリームありがとう、ありがとうございます。ちょっと待ってな、一回こうして、うん、え、待って、 5% の時ってさ、表示されるよね、あと 5% って。もう 5% 出たら本当に申し訳ないんですけど、え、 5% ってさ出るっけ、残りあと 5% ですみたいな。もし 5% それで出たらさ、リサ子も終わるんやけど、ちょっと待って、本当にリサ子、あのトラウマがありまして、昔携帯がマジでゼロになった時のこの気持ちの不安さ。え、大丈夫そう、配信終わ、急に終わるの嫌なんですよ。充電器で充電できなくなることがある。え、やっぱそういうこと？リサ子の充電器もう寿命来ちゃった？ごめんなさい、こんなね、ことお話別にしたいわけじゃないんですけど、このこんな携帯の話で。まあ、いっか。めっちゃ喋るやん。めっちゃ喋るね。
じゃりちゃん、今日はどこでもドアでリチャーチで話したやつ、え、どういうこと？どこでもドアでリチャーチャ、リチャタクで話したよ。かわ、どういうこと？携帯につなぐ口のところが壊れる。え、そういう、あ、そういうことか。え、ねえねえ待って、5%、あと残り 5% ですって携帯出てくるっけ？普通に考えて、普通に考えて出てくる？残り 5% なのに、 5% 充電。室並べやりますやりますやります。え、だからそうだ、言っとこう、室並べは多分やりますやりますけど、多分なんかめっちゃ刻みじゃなくてまとめてやるから、その時にもしもたまたま当たったら、あ、じゃあこの時間にやるんだなと思って思ってください。多分どういうことか分かんなかったらソーリーなんですけど、リチャ山口県公園宇宙、いや、ありがとう、それ楽しみにしてます。え、マジでうち見つけるな、端末の設定によるかな。あ、そういうこと。じゃあちょっと怖いので、ちょっと怖いので申し訳ないんですけど、ちょっと順位先読んどきます。ちょっと最初大丈夫ね。13位トムトムさん、12位のぞみ4号さん、11位ヒロさん、10位おさむちゃんさん、9位ちゅうちゅうさん、8位 YTO さん、7位 DD48 さん、6位七光さん、5位めちゃきのさん、4位レグルスさん、3位ウィンパディさん、2位あっちゃんさん、そして1位がゆう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 さんです。ありがとうございます。今日もありがとうございました、来てください。一応ちょっとマジでこれ切れた時用に言っとくな、ありがとう。先行もいっぱい当たらなかったの。え、そうなの。え、でもりさこの友達も当たらないって言ってた。2人、3人、4人当たんないって言ってたから、そう、ありがとうございます。え、待って、レグルスさんしか言ってくれてないんだけど、ちょっと気まずい。メール時間もメール電話してもらってだよね、ごめんね、普通に今日ちょっと帰ってきたのがマジで遅くて。そうですよね、そのためのメールですもんね、ごめんなさい。ということでちょっと終わります。皆さん今日見て、なんか怒ってる？ありがとうございました。じゃあまた口並べと、明日から8月なのでね、メールももしもキリのいいので8月もしよかったら見てください。ありがとうございました、バイバーイ。